三木真さんは、日本の政治家、長野県須坂市長、長野県須坂市出身、1973年3月、中央大学法学部卒業、同年4月、長野県庁に採用される、総務部秘書課長、社会部厚生課長、行政改革推進室長、下稲地方事務所長などを歴任した、2004年1月18日に行われた、 須坂市長選挙に出馬し初当選した。1月24日、市長就任。2020年、全市議の岩田修司を破り5期目の当選を果たす。2004年の初当選以来ほぼ毎年、上高井商婚社の例大祭に公務として出席。市職員が運転する公用車で出向き、会費として、公費3000円を支出していたが、このことが、 政教分離の原則に抵触する恐れがあるとして問題となった。ミキは2019年9月5日に記者会見を開き違反したと思っていないとの見解を示した。記者が憲法学者などの専門家に助言は求めないのかと問いただすと彼らは地域の実情を知らない。私自身が最高裁や地裁の判例を参考に対応を検討したいと答えた。同日、 隣接する上高井軍小伏町と同軍高山村の市長も公務として副町長や副村長らを代理で出席させていたことが判明した。ありがとうございます。